皆様こんにちは、ね、大変な時期なのに、ね、たくさんの皆様が、夢の餌の方においでいただきまして誠にありがとうございます。とっても嬉しいです。今日はですね、天気も良かったし本当に良かったなと思っております。最初の曲はテレサ・テンさんの空港から歌わせていただきました。作詞作曲ですね、印前が入るんですけれども、テレサ・テンさんの場合はですね、ユニセフの方に寄付されるそうでございます。皆様もですね、カラオケなど行かれましたらまた1曲など歌ってみてくださいませ。はい、続きましてはですね、私の曲なんですけれども、先月劇団優香さんの方々にですね、踊っていただいたんですけれどもね、会場に来ていらっしゃる、三田優香さん、小時久子さんで、私とね3人、踊っていただいたんですけれども、最初はですね CD だけで歌う予定だったんですけれども、生歌で歌ってくださいって言われまして、急遽生歌で歌わせていただきました。本当に思い出深い一日でございました。来月はですね、劇団優香さんも、夢の湯さんの方に出演されるそうでございます。ぜひ皆様もね、劇団の方もぜひいらしてくださいませ。その時にね踊っていただきました二人連れという曲を今日は歌わせていただきます。よろしくお願いいたします。ね、太っておりましたらチャックがちょっと余らなかったんですけれども、今まで持ってるドレス全部着れます。スパンコールもありますからね、楽しみにしておいてくださいませ。着物もね、好きなんですけれども、ドレスって楽やわ。若々しいありがとうございます。やっぱりちょっと一つも二つも若いって言われると嬉しいですね。嬉しいわ、ありがとうございます。やっぱりドレスもたまに気になるね。ありがとう。かわいいよ。あら、ラッキー。ありがとうございます。今月ね、7月、私はね、私の方のお盆は8月なんですけれども、7月はね、金沢の町の方のお盆なんですよ。それでお寺の方にお参りに行ってきました。10年ほど前に旦那様が亡くなりまして、そしてまた旦那様の両親もそのお寺に納骨されております。それでですね、そのお寺に行きましたら、ちょっとやっぱり旦那様のお迎えがちょっとちらちらと、見えまして、今日はですね旦那様を歌おうかなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。梅雨が明けまして、セミが鳴くとね、はあ、夏が来たんだなぁなんて思いませんか？思わん？思うよね。もうでも今年はどうなんでしょうか。やっぱり地球の変化なんでしょうか。セミもなんかね、鳴いていないね、あんまりたくさん、ね、温暖化なのでしょうかね。世の中、地球も変わってきたのかな。セミでもいろんなセミがあるんですよ。ウィンウィンゼミとか、日暮らしって知ってます？セミの日暮らし。わかる？あ、やっぱり山の人やったわ。私もね、生まれは山なんですよ。能登の地図の山にあるんですけど、山なんですけれども、子供の頃はよく聞きました。日暮らしっていう今日セミはですね、夕方になると、カッ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 って何も知りません？来たことない。いやー、皆さん都会の人やわ。海家。いやー、皆さん都会の人かと思った。まあ私山奥なもんですからね、いつもその夕方になるとその日暮らしっていうセミがね鳴くんですね。カッ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 って、あ、日が暮れていくんだなーなんて思っておりますが、ね、セミっていうのはですね、7、8年土の中にいるんですね。そして地上に上がって1週間から10日
泣き続けて、そして亡くなってしまうんです。まあ私らはね、私の場合は子供だったので残酷なんでね、セミを取るのは大好きでございましたけれども、その日暮らしのセミにちなんで女性の切ない気持ちを歌わせていただいておる日暮らしっていう曲を 歌いたいと思います。それでは聴いてください。女性の気持ち、またセミの気持ちとしてね、またね、本当に子供の時は残酷だったなと思いますと、セミ取りの大好きだったので、ね、はい、それではですね、今日はですね2曲リクエストがございました。今日は真っ赤なドレスを着てきたのでね、真っ赤な赤いドレスを着るのよって言いましたら、じゃあ真っ赤な太陽を歌ってくれ、聞いてらっしゃいますか、リクエストされた方、よし、いる、あら今日歌いますよ、頑張って、あ、何やって、あらありがとうございますね、この曲もステージで初めて歌わせていただきますけれども、おかげでね、赤いドレスを着たおかげで真っ赤な太陽を歌うことができます。これはね、美空ひばりさんの曲なんですけれども、最初美空ひばりさんが出てきた時はびっくりしましたよね。ミニスカートで出て歌われたんですけれどもね、真っ赤な太陽、今日は私も真っ赤なドレスで歌いたいと思います。リクエストなんですよ。この曲はですね、新曲で、本当に初めて新曲を覚えさせていただきました。今日はですね、私は香西かおりさんが好きなんですけれども、歌は恋人なので全部好きですよ。でも香西かおりさんも大好きなのでね、今日はね、その香西かおりさんの35周年の記念に作られた恋町しぐれという新曲なんですけれども、ご存知ですか。知らない、あらすごいわ、皆さん知ってるかなと思った。新曲大好きな方いっぱいいらっしゃるから、知ってる、あ、女の子、新曲なんだよね。今日はね、私は本当に新曲っていうのはね、リクエストでなかなかいただけないんですけれども、おかげで新曲をね歌うことができます。あ、これからもね、また舞台の方で歌いたいなっていう曲なのでね、恋町しぐれ頑張って歌わせていただきます。お父さんとかお母さんというのは、子供が生まれるとお父さんお母さんになりますよね。でも今の人たちは親にはまだなってないんじゃないかな、まだまだなってないんじゃないかなと思います。いろんなことが、ニュースなどで、放送されますけれども、昔の、まあ、昔って言うとまああれなんですけれども、人たちはですね、子供のために頑張る、子供のためなら何でも頑張るぞっていう感じなんですけれども、今の人たちは自分が一番なんですよ。子供は二の次なんです、ね、字の如く木の上に立って見るというのは親っていう字なんですね。だからずっといくつになっても親はそれだけの責任があるんですよ、ね、ただ子供でもね、ダメなんです。私も一緒なんですけれどもね、なんかそういうふうに言われると、ああそうやななんて諭されますけれども、本当親の地位っていうのは本当にその通りだと思います。続いての曲はですね、花巻の方で一生懸命娘のために頑張って、娘の花嫁姿を夢見て頑張って、勤めていらっしゃる芸者さんの歌なんですけれども、きっと皆様も知ってるんじゃないかなと思います。花町の母、歌わせていただきます。ありがとうございました。今日本当に長時間お付き合いをしていただきまして誠にありがとうございます。私事なんですけれども、来月18日
また木曜日に女になりましたけれども、木曜日、夢の湯さんの方に出演させていただきます。どうぞ皆様、時間がありましたら夢の湯さんの方においでいただけたら嬉しく思います。本日はどうも皆様ありがとうございました。何もかなかなかこれ